ニンジャウォーズは、茨城県で開催される野外フェスティバルである。ニンジャウォーズ実行委員会が主催。共催は、シアタープロレス課長風月。野外型ロケ施設、ワープステーション江戸で開催される最大のイベントである、ことから、歴史的大イベントと名付けられている。ニンジャウォーズ2016ゲート2016年9月17日から19日までの3日間、開催。 場内撮影は広域質利用による撮影費の支払い及び被写体を入れることで許可となりワープステーションエドが第三セクター方式で運営されていた2007年以来のコスプレイベントも実施された2016年12月スピンオフの形で2017年3月5日に都内東京タワースタジオで開催されることが群馬クリアーズのサイトで発表された総合企画 運営は、シアタープロレス課長風月。2017年4月1日、2日に行われた、筑波未来市、気楽山桜祭り、同月8日、9日、福岡関桜祭りにて、出張版を実施。2017年11月11日、12日の2日間、開催。前年度と同じく、プロレストアイドルのフェスとなることが、同年6月に発表された。 2018年11月11日に山梨クラインガルデン梅の里で開催される出張版ありがとうございます。